はいどうもパチョです。皆さん明けましておめでとうございます。今日はずいぶん晴れましたね。まあ今までね、1月1日って結構天気悪い年が多かったんですよね。なんですけどね、今年は非常に天気がいい、天候に恵まれた正月という感じですね。まあ雲一つないという、そんな感じなんですけど、なんか怪我いつもね、動画を撮影してる場所にね、今日はちょっと人がいて作業をしてるということで、1月1日からご苦労なこったでっていうことでね、今日は挨拶だけです。本当はね、宝くじ抽選会もやろうかと思ったんだけど、場所的にな問題と今ちょっと風が吹いてるんでね、ひょっとしたらその風ね入ってるかもしれないんですけど、こういうところでやってるんですけどね。まあ今日は、挨拶だけということで、去年はね、まあいろんなことありましたよ。で、まあ年末のね動画でも言いましたけど、まあそんないろんなことをもうね、すべて合わさって僕ですからね、それにめげずにというか、やっていきたいと思います。今後の予定としてはね、まあちょっとね短めにまとめると、まずね、どっかのタイミングで再就職しなきゃいけないよねっていうことで、それを考えてます。まあね、考えているのはその2024年問題というものがね、世の中にはありますんで、その2024年問題を控えたね、配送業界なんかいいんじゃねえかなっていう、まあね、どこぞの運送会社の下請け的な感じになるのかな。家にね、小包を持って行って、ピンポーン、すいませんって人がいなくてっていうね、仕事ですよ。まあ、そっちの方がいいかなっていうふうに思ってます。一応ね、その今まで建設、建築業界にいたんですけど、まあ、そっち側にね、なんか別のとこに移るっていうのも、なんか無理やり辞めてるっていうのもあってさ、その、まあね、元職に対して不義理かなみたいなところも思ったりするんですよ。まああんまりね、考えないっちゃ考えないんだけど、まあどっちかっていうと僕の体の都合、まあ45歳にもなって、ね、また最初から作業員っていう形はね、なかなかね、体力的にもそろそろ辛くなってくんじゃねえかなっていう思いもあります。まあもともと体力自慢ではあるんですけどね、今太ってしまって腹が出てるんでね、スタミナもなかなかないということで、そういうことも考えていて、であとね、まあね、これは業界的にちょっとどうなるかわかんないんですけど、まあ名古屋はね、工場派遣が非常に盛んですから、まあ工場多いですからね、まあ他の地域と比べると仕事は余計あるんですよ。まあそういうことでね、そういう仕事、まあ正直言うと探したらいくらでも出てくるんですよ。ということで、どこかね、自分の近く、ただね、それどっちかっていうと、やっぱね、本元トヨタ方面の方がね、そういう仕事は多いんで、まあ、そっちの方への引っ越しも見越してっていう話だと、ちょっと早めに稼働しなきゃいけないのかなっていう、そういう感じはしますね。まあね、まあ、あとそういう時にね、まあ、例えば僕、ね、今までいろんな知り合いがいて、ね、別に仕事の内容とか聞いてるわけじゃないんだけど、まあ、言っちゃえや、自動車業界の人って結構いるんすよ。で、僕ももともと自動車業界の工場で働いてたことがありますし、まあ、派遣ですけど。でね、やっぱそういう時にね、そっち方面でね、別の趣味で知り合った人がいきなり上司になったりするのちょっと気まずいなとか、まあ、そういうことは思うんですけど、まあそれはね、どの仕事やっても結局一緒だと思うんすよ。だからね、あんまり、そういうね、まあそんなことね、言ってる場合じゃないかもしれないし、まあこんなね、抱負を言ってんだけど、実はね、今日、開封作業をやろうと思った宝くじがね、高額当選とかしてたら、あ、僕、働きませんよとか言い始めるかもしれないんですけど、まあそれはそれでということでね、はい。ということでね、ちょっと、なんか、見づらいな。風を避けるとこに行くとね、僕の方がね、ちょっと画面見えないぐらい眩しくて、で、その、反対側を向くとね、画面の方がちょっと見づらくなるというね。
風よけ名古屋市公衆便所です。あの名古屋のね河川敷にはね、グランドが結構あるんですけど、そのグランドに確実に1個ずつぐらいはね、これがね、どこにでもあるということで結構便利なやつなんですよ。これ軽いし、どう言えばいいのかな、建設業のゴミのバッカンみたいな感じで、ここのね、下見るとね、これここで引っ掛けてね、車で引っ張れるんですよそういう風にね、だからこの下部をね覗き見てみるとね、タイヤがついてて、まあだから船とかさ、ボートとかさ、川に遊びに行くときに持ってく人いるでしょ。あんな感じでね、こいつを運べるんですよ。まあ重さもね大してないし、まあそういう便利さあると思うんですよね、これまあね、そんなことはどうでもまあいいんですけど、まあ、今年ね、まあ仕事に、あとこの YouTube に、まあ僕の趣味とかね、いろんなことはまあとりあえずまあいいかなみたいなね、まあこの YouTube が一番の趣味でライフワークですからね、今は。まあそういう意味でもね、まずその仕事を探して仕事するのと、こっちの方頑張るっていうね、そっちの方をメインに頑張っていきたいと思います。あとはそうだな、痩せるX で僕今日ポストしたんですけど、新年の挨拶、あれね、今年の9月の中頃の写真なんですけど、すごい腹出てたでしょ。あの時より今ちょっとマシになってるんですけど、そのちょっとマシになってるったって腹出てるの変わりないんですよ。だからね、もう腹割るぐらいのつもりでね、昔割れてたんだからそのぐらいのつもりでね、ちょっと覚悟を持ってというか、もう本当に気合い入れて頑張ろうかなと思ってます、今年はね。痩せよ、マジで痩せよ。まあ、てか痩せよっていうか体鍛えようなんだけど、本当はやっぱね、この年になってね、足腰の方がね、だんだん衰えが来てるっていうのは如実に感じるわけなんですよね。でそんな中でね、これあんな感じのね、太い感じ で今後もね、まあ、食欲は増すでしょうからね、まあね、食欲はあるんで、どんどん食べるとどんどん太っていくということになりますから、それに抗うためにもね、ちょっと健康的な生活をっていうことをね、考えていきたいなと思います。まあとりあえずね、まあだから頑張ることは3つかなあとはまあ大体いいっすよ、最低限であとはね、もう本当に自分が知りたくなったことを一生懸命勉強するとか、そういうことをね、やっていきたいですね。まあ、気まぐれで三日坊主になるかもしれないですけど、興味を持ったことは何でもやってみる、積極的にね。でその人と喋ることをね、あんまり恐れないように頑張っていきたいなっていう、なるべくならね、僕それ苦手なんで、はい、YouTube では結構喋るんですけどね。はい、ということでね、今年新年ね、明けましたんで、1本目の動画ということになりました。ちょっと短めに終わるんですけどね、皆さんもね、ね、今年1年も、健康に気をつけて、幸せな1年になってくれることを祈ってます。まあ、僕はね、動画にね、みんながちょっと見に来てくれて、それだけで幸せなんで、もう幸せもらってますから、そういうつもりで、頑張っていきたいと思います。あとは俺が頑張るだけっていうね、はい、そういう感じで終わりにしたいと思います。はい、以上、パチオでした。バイバイ。